本さん。はい、忘れ物。ありがとう。大事な商売道具、下駄箱に忘れたら罰が当たる。藤本さん、お寺の後継ぐの？あれ、わからない。あ、綺麗。あ、危ないよ。はい、ありがとう。いい匂い。君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。とてもとても険しく遅い道だったけど、今君を迎えに行こう。自分藤本、なんだなんだ、怪しいな。関係ないって。坊主の女房か。なんでもないよ。